いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。世界に点在する、あらゆる格闘技の奥義を身につけ、最強の座を手に入れようと、野心をする若者の激闘。ムエタイ、プロレス、ルチャ、国宝、サンボ、相撲、すべての格闘技の必殺技をその肉体で受け、習得するのだ。格闘家ならば誰もが一度は夢見る言葉がある。世界最強の座。俺は今、戦いの旅に出る。世界の頂点に立つため、あらゆる格闘技の必殺技を手に入れる旅に出るのだ。しかし相手も格闘の世界に己の人生をかけている者たちだ。あんたの奥義を教えてくれ、と頼んだからといって、誰もそんなことをしてはくれない。やはり、拳を交えてみなければ、自分の身をさらして、相手の技を誘い出すほかないだろう。そうすれば、戦いの中から、きっと何かがつかめるに違いない。うまくいけば、相手の技をものにできるかもしれない。高原勝、この俺の名が、世界に轟くか。それとも、すべてはこれから始まる、長い戦いの数々が教えてくれる。長い戦いとか言ったが、そんなことはなかったぜ、6人か。聖剣ずっと蹴りだけってのも、さすがに無謀すぎたかな。いや、あとは気合でなんとかなるだろう。さて、まずは日本から行ってみるか。近いし。森部、聖司、日本古来から伝わる、素手の殺人技、国宝の伝承者、硬い鎧を貫いて、人体に内部からダメージを与える、投資、などの奥義を持つ、必殺技、浴びせ蹴り、通だ。お前の行く先には、おそらく最強への道が開かれていよう。この実戦最強の武道、国宝に勝つことができればな。おいマジかよ、あんたに勝ったらもう最強ってことでいいのかよ。私は一向に構わん。どれ、早速わしの奥義を見せてやろう、ズーザ。むう、聞いたぜ。しかもなんかいろいろ下がっちまった、なんて技だ。ズーザ。と言ったゼロか。そういう意味の、なんて技だ、じゃねえよ。だがしかし、その技、覚えたぜ。覚えただと？一発食らっただけで覚えられたら苦労はせんわい。ボケが。俺、どうした？早速見せてやりたいところだが、気合が足りねえ。俺、どうした？くそ、余裕見せやがって。気合溜めてるところだこの野郎。やれやれ、お主には猫だましだけで十分かのう。なめんなよ、見せてやるぜ。つうだ。なんつってと。くう、外したか。これは驚いた。当たりはしなかったものの、今のはまさしくつうだ。お主本当に一発受けただけで覚えおったのか、恐ろしい子。へへ、さあ、あと一つの奥義も見せてもらおうか。それにしても、己の肉体で攻撃を受けることにより、技をラーニングするとは、お主もしや青魔道士か。いやいや、高原勝、格闘家さ。てかじいさん、あんたゲームやるんだな。意外だぜ。おま、違うし、ゲームなんてやらないし、孫がプレイしてるの見てて知っただけだし。え、なんでゲーマーなの隠したがるんだ？別に隠してないし、事実だし。ふん、ところで足払いばっかもあったぜ。足払いはロマサガでやってな。ふむ、ロマサガは2が一番好きじゃな。やっぱあんたゲーマーだろ。
ちなみに俺は3が好きだぜ。違うし、弟子の子供がプレイしてるの見てて知ってるだけだし。頑固なじいさんだな。ところで猫魂ももうお腹いっぱいなんだが、もう一つ持ってんだろ。奥義を、早く見せてくれよ。ふむ、よかろう。公開するでないと。これか、アンセデリケ。うは、とんでもねえ威力だな。聞いたぜ。そしてこの技も覚えさせてもらったぜ。またしても一発でラーニングしおったか。やはり貴様はお前同士でな。なんでゲーマーって認めないくせにするゲームの話題に持ってくんだよ。本当はゲームの話したいんだろ、じいさん。ゲーマー違う、ゲーマー違う。絶対ゲーマーだこれ。しつこいやつじゃ、そんなことよりわしからラーニングした技を一発でも当てていいかい。この記録25メガ。じじい、俺が実は気にしてることを。俺どうした、そんなにすぐ熱くなってはいかんぞ。そうだ、最強を目指す俺があんな一言で熱くなってはダメだな。うむ、戦闘中に着上して冷静さを失ってはいかんぞ。じいさん、ゲーマーって指摘されるたびに動揺してたくせに。だが、あんたの教え、今後に生かさせてもらうよ。ありがとう、じいさん。うふ、久々に楽しい試合だったよ。これからはお前のような格闘家の時代が来る。そしてわしはこれからバナビルエイク。FF11 かよ。やれやれ、初戦からかなり手強かったな。よし、次はこいつにしよう。ナムキャット。天性のしなやかさの中に秘められた、切れ味の鋭さを武器に、ムエタイの頂点に立つ、若き闘士。戦いの中に道を求めんとする姿から、人は、彼の得意とする足技の数々を、神の右足、と呼ぶ。必殺技、パンチャマキック、スパイラルニー。ふふん、はるばる日本からご苦労だね。残念だけど、僕には指一本触れられないよ。指一本触れられないだと？やろう、言ってくれるじゃねえか。まさるよ、あと一歩踏み込むんじゃ。ああ、でおいい。なんでじいさんがいるんだよ。お前が一人で飛行機に乗れるか心配になってな。セコンドも兼ねてついてきたのだ。FF の方は心配せんでいいぞ。本気バザーしてきたからの。してねえよ。ちょっと待って、僕のことスルーしすぎじゃないかい？ああ、普通に攻撃当たってるし。拍子抜けっていうか。くそ、拍子に乗らないでほしいね。反撃に使える蹴りか、いただきました。今ので僕の蹴りを覚えたっていうのかい？面白い、それならこれはどうかな。反撃からそのまま繋げてくるとはやるじゃねえか。この技も覚えたぜ。しかし、パンチャマキックとスパイラルにて、キックがダブってしまった。ムエタイだからね、蹴りが多いからね。わしはライフとパンチル、持ち帰り。なんだこのじいさんさっきから。持ち帰り、そういうのもあるのか。お前は今まさに僕の技を持ち帰ろうとしてるじゃないか。ほう、なかなか。誰がうまいことを言えと。いや別にうまいこと言ったとか思ってないから。ってやられたよ、なんだよこれ、うわーん。僕の顔に傷をつけたのは君が初めてだよ。あそこまでボコボコにした覚えないんだけどな。よし、今日はこの辺にしとくか。ご視聴ありがとうございました。すまんな、マサル。この動画を締めたのはマサルではない、この森部だー。さて、今日も気合い入れていくか。おはよう、マサル、いい朝じゃな。おはよう、じいさん。おはよう、マサル。ああ、おはようナム。ってなんでお前までいるんだよ。昨日はあまりにも扱いが適当すぎて悲しかったからね。今日は僕も同行して、出番をもっともらうよ、ふふん。そうか、別にいいけど。そういうわけで、マサル、森部さん、よろしくね。よろしく、ナム。ところでお主、モンハンやっとるか。やってるよ。おいゲーマー自重しろ。そういえばマサルよ、昨日。一つ気忘れていたことがあったんじゃが。なんだ？わしの立ち居はないのか？ねえよ。つうかじいさん目立ちすぎなんだよ。前回の締めまでやりやがって。あれは我ながら年代もなく調子に乗りすぎたと思ったよ。本当にすまんかった。いや、まあ過ぎたことだしな。許してしやしんす。やれやれ、戦う前から疲れたぜ。グレート、エイジェ。メキシコ、ルチャ、リブレの、トップヒール、エル、ルードの技をマスターした日本人レスラー。テクニシャンながら、ラフ殺法を使いこなす、悪の天使。必殺技、フランケンシュタイナー、トルネードプレス。ああ、さっき、高原マサル。お前など、技を出すまでもない、その首かっきってある。超えたけいなおい。人の首かっきるとかいう前に、お前病院行った方がいいんじゃねえか？脳みそ出てるぞ。
マサルよ、それは本物の脳みそじゃないぞ。え？マスクだよ、仮面だよ、覆面だよ。な？知ってたよ。偽の脳みそだって前から知ってたよ。あ、あ？ああ、凝縮やっちまったぜ。さっさと首かっきってやるぜ。毒か、デザインから見て。レンズの中期型。いや、さすがの上様も、メイクとか仕込んでねえから。どのデザインも偽の発言だよ。毒くなったら原因は全部、レンズメイクか。ああ。うん、見事にエイジャのペースを乱してるね。飲むよ。見てたか。今のはわしの海のアリゼゲリじゃぞ。なんか悔しい、僕の技も。おい、逆に手出すなよ、てめえの相手は俺だろうが。うるせえ、次はお前の番だ、首かっきってやる。お前、首かっきってやるって言いたいだけだろ。ああ、キン。それにしても、今回はなかなかラーニングせんな。そうだね、噛みつきばっかりしてきてるもんね。まあ、見るからにはタイプだから仕方ないかも。これポケモンじゃないからね。ガイアが騒がしいな。毒が鬱陶しいが、こんなもん気合で打ち消してやる。ああ、やるじゃねえか、面白い。やっと必殺技を出してくれたか、トルネードプレス。遠距離攻撃できるいい技じゃねえか。俺様の技を覚えただと。寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞこら。ついにやりおったもん、ラーニング。だね、相変わらず一発で覚えるなんて、恐ろしい格闘センスだよ、ほんと、大したやつだ。マサルの前世が青魔同士なのは確定的に明らか。もう突っ込まんぞ。なんて、つまらんもん。話は戻るが、渡辺の登場早すぎじゃろ。あれ？うん、うつ主もリアルに、早って、つぶやいちゃったらしいよ。うむ、なかなか出にくい渡辺のはずなんじゃがのう。ねえ。お前、なかなかいいパンチ打ちやがるな、ザッキン。河原30枚は霊力だぞ、なめんなよ。マジでか、ミスターサタンやりすげえ。なかなか進展せんもん、ちょっと加速するか。そうだね。わしがしばらくゲームの話しててもいいんじゃが、ゲームの話ばっかりしてると、マサルに怒られるからな。なんだか森部さん子供みたいだね。ここ子供ちゃんは。なあ、なんでその脳みそはみ出たマスかぶろうと思ったんだ。お前、開幕からそこに興味持ちすぎだろ、脳みそ好きなん。というか、お前の仲間はマスクって言ってるが、俺様は一言もこれがマスクなんて言ってないで。な？いやもうその流れはいいよ。信じるな信じるな。そしてちょこっとだけメイドインセブンじゃ。やれやれ、噛みつきばっかりか。お前の必殺技、噛みつきだろ。トルネードプレスと噛みつきだろ。ああ、そんなわけねえだろ、くらいやがれ。うぐ、フランケンシュタイナーか。聞いたぜ。そっか、そいつも覚えたみたいだが、もう立ってるのがやっとって感じだな。ああ。こいつはお礼だ。うお、生意気な野郎だ、首かっきってやる。そろそろお互いの体力的に決着が近いかな。うむ、もう一息じゃぞ、マサル。これで、終わりだ。見たか？なむ、今のはひのう。見てたよのう？大したもんだよあんたの浴びせ蹴りは。この俺が首をかっきられるとは。別に首かっきってないけどな。そういうことにしといてくれ、ザッキン。結構長引いたな。今日はこの辺にしとくよ。ふふん、いい戦いだったよ、マサル。うむ、かなり毒をもらったようだし、早めに休んだ方がいいじゃろ。ペザ入りの缶ジュース飲んでも平気になったかもしれん。さて、それじゃあ休む前に食事とモンハンじゃな。おいじいさん、さっき今日は早めに休んだ方がいいって言っただろ。はは、いいよ、まずは飯だな。いや、その前に締めないとな。早く締めるがいい。一緒に締めようぜ。いいのかい？どうしたんじゃ、昨日あんなに悔しがって4016円みたいな顔しておったくせに。最強の座を手に入れるまで一人だと思ってたからな。いつの間にかこうして仲間ができてるのが嬉しくなったんだよ。言わせんな恥ずかしい。ふふ、そうか。仲間か。ふふん。ご視聴ありがとうございました。じいさんだけ遅れてるな。やかましい、しようぜ。しようじゃ仕方ないね。
し、今日も気合い入れていくか。おはよう、マサル、今日も気合い入っとるな。毒の影響を心配してたけど、調子良さそうだね。ああ、体調は万全だぜ。さすがだな、俺の首をかっ切っただけのことはあるぜ、さっき。グレートエイジェ。何しに来よった、ゲームのマルチプレイか。ああ、俺様の首をかっ切った野郎が、どこまでいけるか見たくなったからよ、同行させてもらうぜ。まあ、ゲームもたまにはいいけどな。首かっ切るって言いたくて現れたんじゃないんだな。まあいいや、それじゃ行くか。よろしくな、エイジェ。おい、漢字で呼ぶのはやめてくれ、12秒とかじゃ違うっぽくなるじゃねえか。ふふん。もう十分12秒っぽい気がするけどね。時すでに時間切れ。なんだここら。やれやれ、またさらに騒がしくなったな。っていうか、だんだん画面が狭くなってきたな。ルーラ、ハン、サル超大国の特殊部隊において、すでに夜、殺人技の研究に取り組んでいる男、人体の唯一鍛えられない場所、関節を意のままに決める必殺技、アームロック、クロスヒールホールド。打撃など、所詮は子供の喧嘩だ。私に触れれば、たちまちお前の関節を決めてやろう。さあ始まりました。高原マサル対、ブーラハンの一戦。実況は私、神の右足、ナムキャット、そして解説は、あのアビセゲリはわしが教えた、森部誠二です。今日もアビセゲリアピールお疲れ様です。そしてゲストは、ああ、俺様に実況やらせろ、マサル、さっさと首かっきっちまえ。いつでもこんなテンションなんでしょうか、グレートエイジャさんです。おい、だから漢字はやめろっつってんだろ、中華腰までつけてんじゃねえ。そんなことより今の反撃のパンチャマキック、素晴らしいですね。さっき、おや、高原がハンに背中を向けていますね。おいどうした、得意の関節技は使わないのか。ふん、いきなり決めてしまっては面白くないだろう。そういう君は敵に背中を向けてどういうつもりだ。うっかり反撃で倒しちまわないようにな。こうしてるのさ。ふ、舐められたものだ。おっと、高原勝は優秀すぎるパンチャマキックで、うっかり反撃してしまうのを避けるために背中を向けて気合を溜めているようです。これについてどう思われますか、森部さん。あまりいい気にならぬことだ、ナムよ。さっきナムキャスト、そろそろお見せしようか。だー来たー、ついに出たー、アームロック、見事に決まりましたね、森部さん。思わず、それ以上いけない、と、止めたくなるくらい綺麗に決まってましたね。さすがは特殊部隊といったところでしょうか。さあそしてここで反撃のパンチャマキック。さっき、覚える技は残り一つか、さっさと覚えて倒しちまえ、マサル。いつ見ても高原の気合、すごいですね、関節を直しましたよ。ローランド・エスタスと戦った際の、オロキカツミを思い出しますね。あの自らの自動の遠心力で、関節をはめたやつですね、懐かしい。あの頃が一番面白かったな。さて高原、集中して気合を貯めます。もう一つの関節技に備えているんでしょう。なるほど、しかしハン、ここはローキックで攻めます。だー。ここで本日2度目のアームロックだー。自力で関節をはめられたのが悔しかったのでしょうか。また腕を固めてきました。あ、そして連続でアームロック、連発してきやがったな、さっき。意味がなくまでアームロックをやめないという感じでしょうか。あ、うわー、またしてもアームロック。しかし対戦相手にずっと背中を向けられているので、そや腹も立つでしょう。高原としてはもう一つの反の必殺技を見たいがゆえの作戦、複雑ですね。あとか言ってたらこれまたアームロック、これはきついですね。高原のフォントが変わっていることからもわかります。これはさすがにしつこいぜ、ひどいアームロック中央にか。ネオアームロックサイクロンジェットアームロックじゃねえか、完成度高いな。おい、だー、高原逆襲のアームロック。ついに怒りが頂点になったのでしょう。寿命がストレスでなっちゃってか。これにはハンも驚いたのか、ローキックで様子見でしょうか。そしてここで反撃のパンチャマキック。うまく距離が取れましたか。ハンの関節技を受けるためにはまた近づかないといけませんね。さあ気合を入れ直したところにハンのローキック。ここに来てキックの応酬か、なんか面白くなってきたじゃないか。ああ、ちょ、少しきついな。どこへ行こうというのかね。ハンが距離を詰めてきましたね。対する高原は距離を置こうと離れています。あーっと、ここで重いパンチが高原のボディに突き刺さる。だあ、すかさずアームロックで反撃、これは熱い。君は本当に大した男だ。その格闘センスに敬意を表して、もう一つの技をお見せしよう。ついに来たー、ハンのもう一つの必殺技、クロスヒールホールド。長かったですが、これでやっとハンの技を二つともラーニングしましたね。おーっと、これはグレートエイジェのフランケンシュタイナーだー。はっかー、とどめに俺様の技を使うか分かってるじゃねーか。
勝者、高原勝。私の間接技を見切るとは、乾杯だよ。あと私のセリフ少なすぎだよね。それはお互い様だな、握手。ああ、腕が痛え。今日もいい戦いっぷりだったぞ、マサル。ラストにフランケンシュタイナー使わなかったら危なかったなおい。いやいや、終始反撃に活躍してたパンチャマキックの働きは大きいよ。ふふん。いやいや、戦闘開始一発目の浴びせ蹴りが効いてたんじゃろ。ご視聴ありがとうございました。さーて、今日も気合い入れていくか。マサル、スラマッパキ。二人とも、スラマッマラム。ああ、うん。ああ、おいどうしたマサル、今日はタケじゃねえのか。そう言われてみれば、今日は最初から生首モードなのか。生首って、ゆっくり戻っていってくれ、じいさん。仲間が増えて、画面が狭くなってきたからな。今回も一人増えるだろうし。出る前からそう言われてたら出にくいんだが。アームロック中のプーラハンじゃねえか。てめえもついてくんのか、さっき。ああ、私も同行させてもらいたい。あと、昨日のアームロック連発は反省している。男の勝負だからな、気にすんな。あ、今日も僕は実況やりたいんだけど。てめえ、あんまり出しゃばってっと首かっきるぞ。さっきんナムケット。そうだな、一番いい実況を頼む。なんだと？この中ではナムの声が一番聞き取りやすいからのう。俺様の声だって、速度落とせば聞き取りやすいぜ。必死だな、かっこ笑い。さあ、キン。ふう、ここでやっと立ち入れ登場だ。ところがどっこいこれが現実ですってか。技が増えたおかげで画面が狭い。技が充実してきたな。出発したての頃が懐かしい。マックス、モーガン。アメリカマット界、一番、の男。ハリウッドでもスターとして名を馳せる。高原勝が、業者を探していると聞き、闘争心に、再び炎が灯る。必殺技、マックスボンバー、ジャーマンスープレックス。オーケー、カモンボーイ。マックスボンバー、一番。さあ始まりました、高原勝対マックスモーガン。実況は私ナムケット、解説は森です。これはどういうことでしょうか。高原、自らマットにダイブー。マサルてめえ何やってんだ。ああ。大丈夫か、マサル。大丈夫だ、問題ないぜ。思いっきり顔面から落ちてるやん、受け身取れてないやん。あれ、エイジェ、口調がなんか違う。今はそんな細けいことはいいんだよ、さっき。アリセゲリも思いっきり外してたぞ、さっき。どうしたんだ。そんなこちらの心配をよそに高原、モーガンの技を一つ覚えました。それにしても森部さん、高原の序盤のあの行動、一体どうしたのでしょう？ふむ、このゲーム、X ボタンで最後に使った技がショートカットで一発で選択できるのですが、前回のプーラハンとの試合の最後に使った技がフランケンシュタイナーだったので、気合ためか何かと勘違いして、全出してしまったのではないでしょうか。なるほど、これはめたいコメントが返ってきました。ついでにめたいこと言わせてもらうけどよ、つまりはうつ主の勘違い操作ミスじゃねえか、さっきん、死ね。へぇ、マサルボーイ、モーガン一番。ここでモーガンの大技炸裂。これは大ダメージだな、技は覚えたようだが、まずいぞ。くそ、体が麻痺しやがった。ははん、磁力が低いとステータス以上にかかりやすいのです。なに、そうだったのかよ。畜生、俺って、ほんとバカ。さあ高原、ここはパンチャマキックで距離を取ります。かなり体力を削られているな。ああ、気合が勝る。高原の浴びせ蹴り、ここから起死回生なるか。さらに浴びせ蹴りの構え。絶体絶命のピンチの時に頼るのは、私の奥義ということですね、ははは。ああ、じいさん嬉しそうだな、おい、さっきん。そして浴びせ蹴り無双で決着、勝者、高原勝。勝るボーイ、一番、モーガン、二番。よっしゃ、今日はこのままもう一戦行くか。いや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 、大丈夫なのかい。負けた時くらいボコボコになっとるぞ。別にてめえの心配なんざするつもりはねえけどよ、今日はもう休んどけ、さっきん。そうだな、エイジェの言う通り、今日はもう休んだ方がいいんじゃないか。何言ってんだ、こんな傷、気合で、こうだぜ。ふふ、なんというやつぜ。さすがマサルボーイ、一番ね。モーガン、あんた年の割にパワフルすぎだぜ。で、ここに来たってことは。イエス、マサルボーイの残りの戦い、見届けます。はは、よろしくな、モーガン。ついに画面がいっぱいになったのう。ああ、野郎ばっかり、熱苦しいったらねえぜ。それでマサル、次の相手は？ああ、次は。
ジャッキー・イヤウギャー。最強の呼び声も高い。相撲。その各界で、実力ナンバーワンと言われた。ハワイ出身の力士、横綱になる夢を果たせなかったため、相撲を捨てて、異種格闘技の世界へ飛び込む。必殺技、アロハリテ、鬼不動返し。実力ならジャップなんかに負けるはずないね。相撲とラフのテクニックで叩き潰してやるね。日本人として、ジャップって言われるのは腹が立つぜ。叩き潰せるもんならやってみな。サッカー、トルネードクラスで前提だ。マサルの野郎、うまく使いこなしてるじゃねえか。なに、浴びせ蹴りを避けた。ゲト。なんなん、普通に外しただけでしょうね。だな、うん。森部さん、ジャッキーの力士時代を見たことはあるのか？ラフプレイを得意にしているようだが。そうじゃな。わしの知っている話では、張り手を食らわせる際に、親指を相手の目の中に突っ込んでそのまま殴り抜けたりとか。強かよ、第一部の。まあいろいろとやっとったみたいぜ。ってことは、よく知らないんだね、森部さん。うむ、すまんな。さっきの話もナムのツッコミの通り、ジュジュからパクった作り話で。サッカー、面白いじいさんだぜ。私は真面目に聞いたのに、すまんすまん。てか、奴が横綱になれなかった理由は知っとるぞ。ほう、詳しく。あ、マサルがジャッキーの野郎の技を一つ覚えやがったぜ。右の技を盗むなんてジャップのくせに生意気ね。なんか今、勇者のくせに生意気だ。思い出した。俺様は、のび太のくせに、思い出したぜ。あと一つの技も覚えて、それからてめえを倒すぜ。ふん、でかい口叩くねえ。さて、遠くの話題もないし、ちょこっとだけメイドインセブンぜ。え、さっきの話の続きは？待ってたんだが、あ。この技まで覚えるとはなんてやつね。悪いな、さあ、あとはてめえを倒すだけだ。待て、マサルよ。森部さん。なんだ？じいさん、いきなりどうしたんだ？そやつはあと一つ、大技を持っておるのだ。マジでか。マジで、お前ならきっとその技も覚えられるはずぜ。おう、ミスター森部、その技はなんという技ですか？大激怒岩盤割りという技ぜ。とんでもない破壊力じゃが、マサルならば、きっと耐えられるはず。きっとっておい、そんなにとんでも霊力なのかよ。ジャップのジジイ、あの技のことを知っているとは驚いたね。これは燃えてきたぜ。さあ見せてもらおうか、大激怒岩盤割りの破壊力とやらを。あ、ごめんなさい、それ来月からなんですよ。ガーンだな。出鼻をくじかれた。いやいや、信じるな信じるな。マサルの野郎、俺様と戦った時からまるで成長してね。技は順調に増えてるんだけどね。まったく、マサルのピュアクリスタルっぷりには困ったもんぜ。あんたのゲームアプリにもね、モンハンやりたくなってきたのかい？マサルボーイ、うまいことやってます。体力満タン。モンハンの言い方だとガソリン似てたな。調子乗りすぎね、ジャップ。F、今まで受けてきたどの技よりも、効いたぜ。ちょ、森部さん、何あれ？ダメな、おい、殺菌。さすがはマサル、頼ったわ。そして見事に覚えたか。本当にすごいな、彼は。で、ハンよ、今更ながらさっきの話の続きでだな、あの技で土壌を破壊してしまって、各界を追放されたがゆえに、横綱にはなれなかったというわけでよ。なるほど。そんなことか。あのジャップのジジイ、平然と嘘ついてるね。はは、ガイアの話を聞いてる余裕があるのか？お前に言われたくないね。ミーの岩盤割りを耐えたことは褒めてやるけど。そりゃどうも。これで、終わりだぜ。ジャップ、お前、サイドロープね。これで予定してた相手とは全員戦ったな。長いようで短かったけど、やっぱり長かったかも。おい、マサル、何しとるんじゃ。
今夜は河原でバーベキューじゃぞ。早く行くよ、もうバーベキューセットも借りてあるからね、ふふん。早く声なさるこの野郎、さっきん。はは、ほんと、こんなに仲間が増えるとは思ってなかったな。マサルボーイ。ああ、悪い、バンテージとプロテイン買ってからすぐ行くよ。そうか、では先に行って待ってるぞ。ああ、てめえ、ついでに肉を追加で買ってきやがれ。仕方ないな、おっと。その前に。ご視聴ありがとうございました。思ったより時間かかっちまったな。早いとこ合流しよう。手ぬるいぞ、高原まさる。あの程度の雑魚に勝ち、奴らの技を得て最強になったつもりだろうが。それは、お前だけではない。俺は奴らにきっちりと刺してやったよ。とどめをな。甘っちょろいガキのナムキャット。カッコだけのルチャ野郎。関節技だけの反。所詮はウドの大木のエアウケアに。道家にすぎんマックス。そして、森部とかいうジジイ。どいつも自らの弱さゆえ死んでいった。お前の名を残してな。倒した者の命を立てずして。真の勝利はない。俺か。俺こそが、最強。オビ、オブライトだ。てめえ。てめえのやってることは格闘技じゃない。ただの殺戮だ。ナムの足技。エイジャの飛び技。ハンの関節技。ジャッキーの力。モーガンのパワー。モリベのじいさんの奥義が。そして、この俺の怒りが、てめえをぶっ潰す。じいさんは、決して逆上するなと言った。しかし、それは、無理ってもんだ。仲間をやられて頭に来ねえやつはいねえ。みんなの技は俺の中に生きている。見せてやるぜ。これがモーガンのパワーだ。ムー、こしゃくな。ハンの関節技。ジャッキーの力。ぶっ倒し。エイジャの飛び技。調子に乗るなよ、小僧。こんなもんじゃねえ、まだ怒り足りねえぜ。ナムの足技。ジそして、これが、森部のじいさんの奥義だ。ふっ、ははははは、どうした、じじいの奥義は、当たらんぞ。俺がまだ未熟なだけだ、じいさんの奥義はこんなもんじゃねえ。ふん、負け惜しみか。見苦しいぞ、高原まさる。じいさんを、じいさんの技を、バカにするのは許せねえ。ほう、どう許さんというのだ。いくら気合を入れたところで、何も変わらん。何も変わらないかどうか、それはてめえが決めることじゃねえ。口の減らんやつだ。どうした、お前自身の技は気合を入れることだけか。所詮はお前も雑魚に過ぎなかったか。拍子抜けだ。もう悪あがきは寄せ、死んだ奴らの後を追え。ははははは、は無駄だ、そんな技。何度やっても当たらんわ。そうかな。うむ。どうだ、気
試合もバカにできねえだろ。当たらなかった技が当たるようになったぜ。この俺が何もできんだと。こんなことあってはならん。最強のこの俺が。どんな気分だ。さっきまでコケにしていた技で追い詰められるってのは。浴びせ蹴りだけじゃねえ。こうしてダメージを与えてるのは、てめえが雑魚呼ばわりしたみんなの技だ。黙れー。こんなはずか。最後に、俺自身の技が気合だけじゃねえことを教えてやるぜ。バカな。俺こそが、最強なのだ。こんな奴に、負ける。最強への道は次から次へと俺のようなやつが現れる。最強のためには自らの命すら厭わぬ俺やお前のようなやつらがな。それでもお前は人間でいられるかな。お前を倒せばこの俺が最強だ。マサル、この旅行は、実に楽しかったな。いろんなことがあった。まったく、本当に楽しかった。数日間じゃったよ。これからも、自分の道を踏み外さぬよう頑張るんじゃぞ。みんなで、見守っておるぞ。ああ、じいさん、みんな、ありがとう。本当に、ありがとう。時は幕末。この天地動乱の時代にも、陰ながら生き続ける忍びに密命が下った。
敵の城へ潜入し、数々の敵やからくりを突破し、囚われの人物を救出せよ。なるか。百人斬り。守備の方はどうじゃ。あとその魔法陣目がチカチカする。我慢してください。さて、多少手こずりましたが、ついに捕らえることに成功いたしました。クックック、ついに我が支柱に落ちたか。すでにカラクリドールの方はコンプリートしているでござる。あとはスキンを剥ぎ、中身をチェンジするだけ。トゥモローの夜明けとともにワークに取り掛かるでござる。うむ、お前の喋りはわかりづらい。魂の方はぜひ、わらわにくださいまし。最近は息のいい殿方を食ろうておりませぬ。ははは、好きにするがよい、このビッチめ。ふ、これでこの日の元を再び戦乱の世にすることができる。はっ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 は。親方様。むん。一足遅かったか。かくなる上は、この私めが今一度。焦るでない、はやて。盗木の主が命を落としては、我が閻魔人軍はどうなる。主に行かせるくらいならば。この老いぼれが行くわ。ではお願いします。え、何ですか、行ってみただけですか。親方様が言ってくだされば。ぐぬぬ、他に誰かおるまいか。むう、これほどの密命こなせる者など親方様しか。そんなにわしに行かせたいの。いや、おりますぞ。マジでよかった。まだ荒削りではございまするが、見込みにおいては一番の者。いわゆるナンバーワンルーキーか。してその者の名は。は、そやつの名はおぼろ丸にございます。おぼろか、あやつたまに自分のこと決定限界とか言っておるよな。まあよい、早速呼んでまいれ。いや、やつのこと、すでに来ておることと。天井裏でスタンバってましたってか。おう、おぼろ丸。はやて先輩、ちょっと失礼します。さて、おぼろ丸、主に密命を申し付ける。内容はもうわかっておるか。天井裏でスタンバってはいたものの、親方様が行かれるものと思い、聞いておりませんでしたので、今一度。ぐぬぬ、主、おでさんは知っておろう。この歴史の混乱に乗じ、徳川にとって変わらんとする藩の一つぜ。その、おでさん主。おで王が居城、おで城に囚われし者を救出するのぜ。方法は主に任せる。君はひたすら影になってもいいし。城のものすべてを消してもいい。なんで今世界中の迷宮的な言い方したんですか。ただし、必ずやこの密命を果たせる方を選ぶのじゃ。よいな。拙者、女子供は切りませぬ。では行け、おぼろ丸。急に大きい声出すからびっくりしたでござる。親方様にはよくあることだ。気にするな。てかしばし待て、おぼろ丸。行けと言ったり待てと言ったりなんなんでござるか。そういうな、お前に私の秘術を授けよう。隠れ身のを授かった。先輩これ。柄がニューヨークの壁です。あ、間違えた、こっちだった。敵に追われた時などに、Y ボタンを押すがよい。Y ボタンとかめたいです。先輩。細けいことはいいんだよ。とにかく Y ボタンを押している間は風景と一体となり、身を隠すことができるのだ。とにかく、今は時間がない。詳しくは実践で試すがよい。はい、先輩。お前なら使いこなせるだろう。では行け、おぼろ丸。主もいきなり大きい声出しとるではないか、はやて。さあせん。頼むぞ、おぼろ丸。この日の元の行く末。
虫にかかっているのやもしれぬ。く、お館様が言ってくだされば安心なのに。ぐぬぬ。時は、幕末。歴史が自らの行く先の、あらゆる可能性を試すかのように、うごめく時代。この時代にも、知られざる裏舞台で、歴史を築き上げてきた者たち。忍びが生き続けていた。閻魔人軍。おぼろ丸。言ってに待ち受けるのは、成果。はたまた、鹿。早瀬先輩、ここまでタコ引っ張ってくれて感謝するでござる。門番お疲れ様でござ。くせ者だ。おで人分を演じようと軽く声をかけたのは失敗だったか。こうなっては仕方ない、切る。この時点で拙者の中からゼロ人斬りという選択肢は消え去ったでござる。女子供以外で好戦的な輩は切り捨てることにするでござる。お館様の言っておられた。二つの選択肢のどちらでもなくなってしまうが、拙者はこの人道を行くでござる。何一人でブツブツ言ってんだこの人じゃ。早速二人斬り。そうだ、隠れ身のを試しておくでござる。これはすごいでござる。背景と完全に同化。貴様どこから来た？空から。四人斬り。む、何やら人が集まっている。ここで危機にロールでござる。それでは、今の時間の合言葉の確認をする。合言葉とは、実に興味深い。山。川。芋。しまった。くせ者、きっとらえ。話してください。やめてください。死んでしまいます。ふっふっふ。この合言葉があれば、敵か味方かすぐにわかる。では、おのおのの持ち場へ。金の音を聞き逃すでないぞ。はあ、合言葉、この時間、金の音。なるほど、金の音を合図に合言葉が変わるわけでござるな。鎖片びらでござるか。うわ、拙者何も来てなかった。うん、忍者といえば鎖片びら。くせ者だ。背後を取られてしまうとは深く、気をつけねば。五人斬り。ふと思ったが、拙者すでに何人かやめておるので、別に正しい合言葉を使って切り抜けなくてもいいでござるな。くせ者だ。六人斬り。この浪人、腕の立ちそうなやつでござるな。お主を切って名を挙げる。避けようか迷っていたら捕まってしまった。今の拙者では下手したら殺されるかもしれんでござる。うは、なかなか鋭い斬撃。七人斬り、思っていたほどの使い手ではなかったでござる。というわけで、お主を切って名を挙げる。八人斬り。せっかく授かったことだし、たまには隠れ身のも使っておこう。合言葉の確認だ、山。芋。貴様、おで人間のものではないな。
10人斬り。お主を切って名を挙げる。11人斬り。今の浪人といい、ここの者たちはよく天むすを落とすが、もしやお出藩の者たちには、いつもこんないいものが支給されているのでござろうか。イエー。む、賄賂だと、金だけで忍びは動かぬ。覚えておくがいい。12人斬り。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうでござる。拙者が先だ、しばしまたれい。お主、見かけん顔だな。合言葉を言ってみよ。いも、それは拙者の好物ではないか。拙者が聞いているのは合言葉だ。いも、それは拙者の好物ではないか。拙者が聞いているのは合言葉だ。した、それは我らのお頭の名ではないか。拙者が聞いているのは合言葉だ。むむむ、面倒なやつでござる。貴様は手人軍のものではないな。拙者の好物を知っているから、てっきり拙者に憧れる後輩かと思っておったのに。これは草むをむっ殺す。な、何やらめちゃくちゃ怒ってるでござるな。とにかくこんなところでやられるわけにはいかん。コンプル裏切ったんですか。な、なんて言ってるかわからんでござる。嘘だどんどこどん。13人斬り。いざ屋根裏へ。む、やったね父上。おいやめろ。し、声を立てるな。やっとの思いでここまでたどり着いたんだ。でも父上、あの占領箱さえ持ち帰れば、我が渡辺家も。お家の再興だけではない、城下の庶民に配れば、貴族としても名が売れる。じゃ早速。待て、お前には無理だ。罠がかかっているやもしれん。ここは父に任せるのだ。父上。なんだ、頑張って。むう、くせ者。ふ、今ネズミ小僧と言われる私を舐めるな。さすがは父上。はっ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 は。あ、そんなに大きな声を出したら。そこだ。嫌な事件だったでござる。もぬけの殻、もぬけの殻、小判でござるか。合言葉の確認だ、山。か。おっと危ない、もうこんな時間か、元。よし。金の根で川と元が交互に入れ替わるみたいでござるな。もはや拙者には関係のないことでござるが。ほう、これは、わしにはもったいない代物じゃのう。いやいやいや、何をおっしゃいますご家老様。まるでご家老様のために生まれ出た品でござりまする。代わりと言ってはなんですが、例の件、何とぞ。わかっておる。しかし、お主も悪よのう。いえいえ、ご家老様にはかないませぬわ。はっ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 は。悪い城にはよくある光景でござるな。隠してきたぞ。ふっ、誰も蔵の鍵が蔵にあるなんて思うまい。蔵の鍵は蔵の中でござるか、ふむ。カステイラでござるか。
カステイラでござるか。里ではいつもカステイラは親方様と先輩しか食べられぬ代物だったゆえ、今まで見たことしかなかったでござる。良いではないか良いではないか。あーれー。忍法駒回しを覚えちゃったわ。全自動おなご回し機でござるか。面用な。ディフェンスに定評のあるネズミでござるな。水神の旅でござるか。装備が整ってきたでござる。位置的に、あの部屋が全自動おなご回し機の部屋でござるな。おのれくせ者。拙者が屋根裏に行く前にこやつを切っていれば、あのネズミ小僧の父はやられずに済んだでござるな。貴様さっきのくせ者の仲間か。違います。14人斬り。おのれくせ者。15人斬り。お主を切って名を挙げる。16人斬り。おなごがいっぱいでござる。カステイラでござるか。カステイラでござるか。カステイラを3つも手に入れたでござる。いつ食べよう。お主を切って名を挙げる。17人斬り。本丸には誰も通すなとの命令だ。立ち去れ。だが断るでござる。貴様、お手に入るの。19人斬り。内側から締められている。さすがに正面からは入れないでござるな。くせ者じゃ、出会え、出会え、ひえむ、老人を切るのは気が引けるでござる。お手人軍の名にかけて貴様を倒す。嘘だどんどこどん。二人相手は少しきつかった。21人斬り。合言葉の確認だ、山。芋。貴様を出人軍のものでは。22人斬り。おなごは回っていないのに動き続けている。お手人軍の名にかけて貴様を倒す。23人斬り。何やら嫌な予感がするでござる。忍者5人くらいまとめて相手にする羽目になりそうな。そんな、薄く粘っこい不安。もぬけの殻。蔵の鍵でござるか。金の根。カステイラでござるか。これは、歯車がたくさんでござるな。よし、適当にいじくってみるか。こんなのずっと見てたら、巻き込まれて全身の骨が粉々になって死ぬ想像をしてしまうでござる。ふう、結構時間がかかりそうでござるな。
やっと本丸に潜入成功でござる。おお、これまた妙なからくりか。さっきのと開閉の感覚が違う。よしよし、見切ったでござる。ってなんじゃこりゃー。落ち着け、穴が増えただけでさっきまでとそう変わらんでござる。閻魔忍者はうろたえない。金のね。ふう、やっと到着でござる。忍びの鉄鋼でござるか。今つけてるやつでござる。こいつ頭下駄でござるか。速さが少し下がるが、こちらに履き替えておこう。ご視聴ありがとうございました。ほっか無理がなければ即死だった。さすが父上。またネズミがかかりおったわ。拙者が見張っている限り、そこから出ることは叶わぬと思うがいい。ネズミの霊圧が、消えた？お、おのれ、どこへ行った？いつから拙者が消えたと錯覚していた？逃がさん。やべ、こいつは強いでござるな。また奴の霊圧が消えた。スタート。悔しいが今は引くでござる。虎徹でござるか。おお、これは良い刀でござる。あの、それは火の虎徹。イザナギの巻物でござるか。イザナギだと？内派の禁術ではないか。あ、回復？優しいものでござった。キャー、キャー。む、なんでござるか、この女子は。キャー、キャー。む、忍びである拙者が捕まえられぬ。キャー、キャー。お、箱入り娘ー。内側から締められている。30秒ほど隠れ身ので隠れていれば、出てくると思うが、放置しておくでござる。内側から締められている。鍵がかかっている。ここはさっき見つけた蔵の鍵で。うわぁ、なんかいるでござる。天むすでござるか。天むすでござるか。小判でござるか。ちょんまげでござるか。あ、成仏できずに、未だこの世をさまよっているのか。拙者が成仏させてやるでござる。お手手裏剣でござるか、展示の旅でござるか。金のね。イザナギの巻物でござるか。展示の名がつく旅より、こんなダジャレな下駄の方が性能が良いとは。さて、蔵はもう一つあったでござるな。鍵がかかっている。バカめ。我らの密会所としての潜入か。24人蹴り。鬼火楼の鍵でござるか。これはクサムをむっ殺す。
26人蹴り。ちょっと増えすぎでござる。逃げるのは諦めるか。囲まれているが、好都合でござる。十文字切りでまとめて切り払う。30人蹴り。よし、ではまた屋根裏経由で本丸に行くでござる。ふふふふ。一忍者。二忍者。一忍者。一忍者。二忍者。5人合わせて、5人だ。違う。え？お主らおかしい。お主ら、何？5人じゃ。5人じゃじゃないよ。お主何人じゃでござるか？ 2 人じゃ。5人合わせて、5人だ。待て、待て待て。何？お主何？ 2 人じゃ。お主は？ 2 人じゃ。おかしい。なんで2人じゃが2人いるんでござるか？ 1 人じゃ。ん？まあ、お主は、うん。お主は？ 1 人じゃ。お主は？一人じゃ。5人合わせて。5人だ。違う違う、違う。おかしい、なんで1が3人で2が2人いるんでござるか。だから、拙者ら、番号とかそういうのじゃないから。いや番号じゃ。一人一人の個性見てもらいたいから。そんなんわからんでござ。では改めて。5人合わせて。5人だ。おのれ、まだ話は終わっておらんぞ。やかましい、5対1だぞ、余裕かましてんじゃないよ。拙者の目はごまかせん。何のことかな。すでに見抜いているのだ。これが影分身で本体はお主だということを。やられたってばよ。真実はいつも一つ。く、やはり一人で5人分も分身するのは辛い。ジャクラ切れでござるな。31人蹴り。源氏の小手でござるか。5番でござるか。防御がにしか変わらんし、素早さの上がる忍びの鉄鋼のままにしておくか。ニガさん、もう逃げる必要はないでござる。手裏剣乱れ糸で遠距離から攻撃させてもらう。おのれ、卑怯だぞ。卑怯か。だがこれは剣術の試合ではない。そうだな。拙者は侵入者として貴様を斬る。貴様はそれに抗う。命がけの勝負だ。卑怯などという言葉を使ってすまなかったな。切り合いだと拙者に勝ち目はないからな。相手の力量を測れる意味を持っておるな。この勝負、貴様の勝ちだ。32人蹴り。手強い相手でござった。ヒカロウの鍵でござるか。あれ？二つもいらんでござるな。あの男、拙者が救出すべき人物の似顔絵にそっくりだが、偽物でござるな。後で本物と見に来よう。偉人でござるか。鍵がかかっている。む、そのピラピラした襟、拙者、気になります。33人蹴り。お、ひねり忍者。
ってたのにショックでーす。うは、銃を持っていたとは。34人斬り。しかしなぜ銃を持たせたままローに、あの偉人たちは隠すのがうまかったんでござろうか。わしもこてつ。まだ隠れているとは。おのれくせ者。35人斬り。何やらおかんが。拙者の立場変わせるか。36人斬り。おのれくせ者。37人斬り。おのれくせ者。38人斬り。金のね。ちょんまげが増えたでござる。今回はこれにて失礼。ご視聴ありがとうございました。ふふふふ。一忍者。二忍者。三忍者。四忍者。五人合わせて。何忍者。では改めて、5人合わせて。おやご視聴ありがとうございました。金貞でござるか、おで手裏剣でござるか、天むすでござるか。金貞は拙者が最初から持っていた刀でござるな。な、なんだこれは。拙者の立場変わせるか。39人斬り。金のね。天井裏の仕掛けといい、この城には様々なからくりが施されているな。入りづらい。こちら側にはまだ行ってなかったでござるな。これはさっき見切ったでござる。不動明王のお札でござるか。ついでにあちら側も探索してみよう。しまった、行き止まりか。むむむ、面倒な天井裏でござる。なるほど、ここを抜けてあそこの隙間を通るのか。金の音。この一瞬の隙を狙っている最中に金の音が聞こえると、調子が狂うでござる。あ。合言葉の確認だ。山、肝、貴様を他人分のものではないな。
やった、ついに忍法無限鏡を覚えたでござる。40人蹴り。忍びの取り持ちでござるか、5番でござるか。無限鏡は以前、颯先輩に見せてもらってから、ずっと気になっていた忍法でござる。とても綺麗で。いつか拙者も使いこなしたいと、密かに思っていたのでござる。風魔手裏剣でござるか。もうここには何もなさそうでござるな。戻るのも面倒だし、落ちるか。合言葉の確認だ、山。芋。貴様を5人分の。41人蹴り。じゃあ、お侍の皆さん。おのれくせ者。む、誰かレベルアップしたか？何やつ？いて。おのれ、邪魔立てする気か。かかれ。拙者の立場変わせるか。42人蹴り。拙者の立場変わせるか。43人蹴り。拙者の立場変わせるか。44人蹴り。はーせ。誰かは知らんが少し助かったでござる。鬼に代わって人を斬る。せっかく渋い登場をしたのに、貴様のせいで一人しか斬れんかったではないか。一つ人の弱くのもと。動きを先読みして無限鏡を仕掛けたつもりが、斬撃を飛ばしてくるとは。どうか、綺麗だな。しまった。これではただの一発芸ではないか。なに、足を封じられた。だがこれを食らえ、忍法無限鏡。む、やりおるな。三つに音にせえばいいの。う、今度は腕を。ほう、三の滝まで耐えるか。はは、先ほどの侍どもより切り替えがありそうだぞ。我が視点、鬼ヶ島切りにてあの世に送ってやろう。冗談じゃないでござる、こやつ。まだ技を持っておるのか。しかして足は封じられている。封じんの巻物。ここまで来たら危険まで食らわぬか。45人蹴り。危なかったでござる。わっぱか、ただものではない感じがするが、放っておこう。おぬし、45人も切ってるの。わしも切るの。いや別に。く、今更は一人見逃したところでの。何回ラッとくる言い方でござるな。それにしてもあの老人、拙者が切った人数を把握しているとは、千里眼でも持っているのでござろうか。ここは落とし穴の穴のあるところ、さっき入ったところの反対側でござるな。金のね。そういえば鍵縄使ってないでござるな。まあいいか。うわわわわ、なんじゃこれは。自転車に空気入れてるみたいな動きの殺すけもどきが大量にいるでござる。どうやらこやつらも隠れ身のでやり過ごせるようだし、見つからないように探索するか。それにしても数が多すぎる。気持ち悪いでござる。見つかるとどうなるのだろうか。どうせろくなことに、あぶね。え、なんでござるか。ぬわあ。ここ落ちるのももう何回目か。せっかくまた地下牢に来たことだし、そろそろ囚われの人物を助けに行こう。おのれくせ者。46人蹴り。鍵がかかっている。
我が輩はゴエモンである。主、助けてくれたんであるか。うむ、ありがとうである。いつか恩返しするである。お先に失礼である。どこの里のものだろうか。変わった口調の忍者でござった。鍵がかかっている。さて、大変お待たせしてしまったでござるな。お助けに参りました。でまた落ちるんでござるか。なんだここは。大量のムクロと人玉。ここはやはり拙者が成仏させてやらねば。さっきの蔵と違って数が多いな。長い戦いになりそうでござる。エロイムエッサイム、エロイムエッサイム。我は求め訴えたり。なんだこれは。目がチカチカするでござる。クックック。どちらへ行かれる気です。ここを出ることは相なりませんよ。あの男を助けに来たようですが、それは不可能というもの。ふふん、なぜなら、一回の忍び風情に、この私を倒すことなどできようはずもないですから。そうでござるか。では諦めよう。ふふ、賢明な選択です。あなたにはそこで、永遠に霊と戯れているのがお似合いですよ。エロイムエッサイム、エロイムエッサイム。ならばお言葉に甘えて、もう少し霊と戯れさせてもらおうか。そろそろ一度戦ってみるか。ふふん、この私は不死の身。それでも切るとおっしゃいますか。試しに。ふ、仕方がありませんね。なんか喋りが間に合わないのでいかやく。えいいめん。忍法かまいたちで様子見といこう。なかなか鋭い攻撃をしてくるではありませんか。結構効いてるようでござるな。よしもう一発。なんと、口ほどにもないとはこのことでござる。言ったでしょう。私は、ふ、し、の、み、とね。なるほど、人玉を吸収して復活するわけか。つまり人玉が一つもない状態で、奴を倒せばよいのでござるな。良いではないか、良いではないか。あれ、覚えられる忍法と技は全部覚えてしまったでござる。さらに人玉を成仏させ続けた結果、こんな感じになったでござる。ふ、不死の身の私に、勝てるわけはないのですよ。本当やめなさいって、後悔しますよマジで。切る。ふ、し、しし仕方がありませんね。桃ももう少し切れる方だと思いましたが、単なるおバカさんのようですね。それでは、この美しい私が、父なる主のもとへ、あなたを送って差し上げましょう。えいめん。この私が。破れるとは。ありえぬ。あってはならぬのだ。
しよう。マリアのベールでござるか。お、大丈夫でござるか。なんなあ、騒がしいなあ。ここは居眠りもさせてくれんだかや。まあちょうどええわ。腹が減ってたまらんがよ。なんか食わせてくれんかなあ。カステーラがあったら嬉しがやけんど。いや、この際贅沢言うがもなんじゃき。なんでも。お、お万人顔やにゃ。新入りかよ。滅相もない。としたら。おう、わしを助けに来てくれたがかよ。そやご苦労やったにゃ。じっくとここも飽きてきたところやったき。お言葉に甘えて連れて行ってもらおうかな。囚われの男救出に成功した。そういや恩師、名前はラーテイウが。拙者の名はおぼろ丸。よろしくでござる、龍馬殿。そうかそうか、よろしく頼むぜよ、おぼろ。なんか小銭ともろうて悪いな。お気になさらず、そして今回はここまででござる。わかったが。ご視聴ありがとうございました。あれにゃなんちゃーじゃ入っちゃー先生、おぼろ。それは残念でござる。ゆっくりライブアライブ。幕末編、前回のあらすじ。半若丸という人斬りに絡まれたおぼろ丸は、殺されそうになりながらも、アイテムの力を借りて辛くも勝利した。その後、なぜかおぼろ丸の斬った人数を知っている老人に、ちょっとイラッとくる言い方をされたおぼろ丸だったが、切り捨てるのを我慢して先に進む。進んだ先の天井裏で、明らかに配置しすぎだろこれ。と突っ込みたくなるほどの大量のコロスケ的なからくりに、天井裏から地下へと投げ捨てられたおぼろ丸は、落下しながら、そろそろ囚われの人物を助けに行こうかな、と思うのだった。囚われの人物目前で、さらに地下へと落とされたおぼろ丸は、そこに漂う人玉を借りまくり、レベルが結構上がった。その結果、天草四郎は、火に二度負けた。こうしておぼろ丸は、無事に囚われの男救出に成功した。密命は果たされたのだ。おや、そこの牢にいた龍馬殿の偽物がいなくなってるでござる。ほう、わしの偽物か。そや見てみたかったな。わしもコペップ。ここの城主に礼が言いたい。じっと付き合ってくれんかな。拙者も天守閣まで行ってみたいと思っていたところでござる。お供いたそう。というわけで、さっき密命は果たされたと言ったけれど、もうちっとだけ続くんじゃ。おう、マリタが降ってきたぜよ。しまった、罠でござったか。おぼろ、お前わざと踏んだろ。バレたでござるか。しかし小屋見事に囲まれたな。大丈夫、問題ないでござる。お、こいつ、動くぜよ、この丸太もからくりか。おお、こりゃすごい、一層ぜよ。ここにも天井裏のあいつが。龍馬殿、やつは拙者がやるでござる。うははは、丸太もお前がやったじゃか。金のね。うーむ、もろかったでござるな。あのからくり自体は戦闘はできぬのか。
そういやさっき言ってたが、屋根裏でもさっきのカラクリとなんかあったかよ。うむ、もう一度行くつもりだし、ぜひ直接見てほしいでござる。なんか知らんが楽しみぜよ。おまんすごいな、走っても足音が全く聞こえんぜよ。あ、癖になってるんでござる。音殺して動くの。そうだ、龍馬殿、隠れ蓑という拙者の先輩から授かった秘術があるんでござるが。おまんの真似すればいいかよ。なんと、お見事でござる。やはり天才か。うわ、なんじゃこや。こやつらに見つかると、あの真ん中の穴に投げ捨てられるでござる。そして地下牢へ一直線でござる。牢屋はもうごめんぜよ。この数はあんまりでござろう。手にまっこと多すぎるぜよ。小屋は不気味すぎる。金の音。源氏の兜でござるか。横に何か書いてある。五右衛門参上で R。五右衛門、わしの隣の牢にいたやつかよ。そうでござる、ご存知でござったか。おう、牢屋ん中は暇やき、たまに喋ったりしてたぜよ。わしの隣の牢も空いてたのは、おぼろ、おまんがあいつも助けてくれてたからか。そういうことでござるな。龍馬殿、大丈夫でござるか？あたたたた。いやー、死ぬかと思ったぜよ。なんかここ、人の気配がするぜよ。龍馬殿もそう感じたでござるか？よし、戻ってみよう。49人蹴り。忍者も大変だな。よっしゃ、もうちょっとぜよ。今度こそ、なん、だと？今のはいけたと思ったけんど、残念だな。鍵縄でござるか。苦労した割にどうでもいい中身だったでござる。まあ無事に取れたし、よかったぜよ。こんな湿っぽいところになんかあるのか？拙者も龍馬殿の義行並みの刀が欲しいのでござる。ほう。この刀は渡さん。され。さらぬならば、死ぬがよい。
根性は認めるが、何回来ようとこの刀は渡さんからな。され、そして国へ帰るんだな。お前にも家族がいるだろう。わかったわかった、死ぬがよい。龍馬殿、影分身を使って情報収集した結果。え、そういう設定かよ。そういう設定にしておいてほしいでござる。おう。それで、とにかくこやつは攻撃力の高さが脅威でござる。うむ。龍馬殿の威嚇射撃で、なるべくやつの攻撃の使いを減らしてもらいつつ、拙者が砂塵の術で攻めるでござる。うまくいけば攻撃力を落とせるはず。わかったぜよ。だが威嚇射撃も必ず成功するわけじゃないからな。肝に銘じておくでござる。なかなかいい感じぜよ。おっと、危ない。いい身のこなしでござる。一番避けたいのは、あの波動砲とかいう半端ない威力の技でござる。いや今の波動砲じゃないよね。無用さかなだれだよね。とにかく、奴の横には立たんようにしないとな。食らうと眠ってしまう、半月流殺法も要注意でござる。あれはなんで寝てしまうのかな、切られ中のに。どうじゃおぼろ、作戦はうまくいってるかよ。順調と思うでござるよ。奴の技の威力も落とせているでござる。そりゃよかった。拙者は今まで幽霊などは信じていなかったんでござるが、この城に来てからその存在を認めざるを得なくなったでござる。うむ、今こうして亡霊と戦ってるからな。蔵と地下で人が守りたんです。おお、そりゃ面白そうな話でよ。しかしこんな恐ろしい強さの亡霊が取り付いてる刀ってこれ、妖刀じゃないのか？そうかもしれんでござるな。あの音なしの剣だけでも十分強いなこいつ。そろそろ拙者の持つ最高の技を仕掛けるでござる。おう、思いっきりやるといい。足止めは任せとけ。く、まだダメか。入ったんちゃう？これ。よし、今度こそ決めるでござる。ついにやったな。龍馬殿のおかげでござるよ。村正でござるか。ほう、ちっとまがまがしい感じがするけんど、さすがにいい刀やか。これはすごい。気に入ったでござる。そうかそうか、よかったな。大事なことなので2回言わせてもらうが、この刀を手に入れられたのは、龍馬殿のおかげでござる。本当に感謝するでござるよ。うははは、そんなことないぜよ。小判くでー。小判は入れないでござる。喋る壺とは面白いもん見たぜよ。仕事を。五十人蹴り。仕事を。五十一人蹴り。
52人斬り。龍馬殿、ちょっとこの水神の旅に履き替えてください。え、どうした？そこに何かいるでござる。キチキチ。でか、魚、鯉か。いや、こんなでかい鯉がいるはずないぜよ。そうか、こいつはあれか、神話生物か。だとしたらわしらは今から再チェックぜよ、おぼろ。龍馬殿、落ち着いてください。とりあえず落ち着いてタイムマシンを探せ。お前が落ち着け。ぬん、差し入れ隠れ中間にどっと巻き食らってるぜよ。これだけの巨大生物でござる。体力もかなり多いはず。長期戦は必死。ということで早送りさせていただきます。ご了承ください。仕方ないなぁ。無念。よ、龍馬殿を。己このデカブツめ。いや、まずは龍馬殿を復活させねば。助かったぜよ。できればテンムスよりカステイラが良かったけんと。ダメです。カステイラはまだ取っておきます。いやー、すまんかったなー。さっきの戦い、わしはほとんど何もしてないぜよ。いやいや、そんなことないでござる。そして今回はここまでです。おう、もうそんな時間か。ご視聴ありがとうございました。おや、お休み中でござるか。もしかしたら寝過ごしてるのかもしれんぜよ。または具合が悪くて動けず、助
助も呼べない状態かもしれない。声をかけてみるでござるか。起こすでない。大丈夫みたいぜよ。いや拙者たちに心配をかけまいとしているのかもしれない。起きなさい、私の可愛い勇者や。起こすなと言っとろうが。しまった、かもしれない運転が裏目に出たでござる。ははは、運転じゃないけどな。これで、ようやく眠れる。53人切り。拙者、いらん世話を焼いてしまったかも。気にすんな、うん。ほう、小屋また怪しいからくりが設置してあるな。城内は人間、天井裏はからくりが守っているでござるな。そしてまたあいつか。龍馬殿、あいつを倒せば解決でござる。よろしくお願いします。おう、任せたけ。行ってくるぜよ。動く丸太といい、取り囲むのが好きなカラクリトモでござる。今度は3種類おるな。さてどうする。拙者が吸い込んで道を開くでござる。了解したぜよ。じゃあとはさっきのと同じようにわしがぶった切ってくるか。そうだ、もう源氏の旅に戻してもらって結構でござるよ。おう、そうか。源氏の鎧でござるか。おいおい、仏像まで襲いかかってくるかよ。侵入者を退屈させない天井裏でござる。仕様はカラクリと同じか。これはもう、仏像のバーゲンセールぜよ。うむ、もうこの天井裏には何もないでござるな。お、座敷か。けひゃ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 。いやいや、よくヒヤーまで来たでござるね。ベリータヤードでござろう。右がでいいよ、一服立てるでござるよ。さささささ、座布団で出弾するでござる。むむ、やぶからスケップになんでござるか。さて、どうしたものか、やめておきますね。うん、怪しすぎぜよ。おや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 、どうしたでござる。ハリアップしてるでござるから座布団でリラックスするでござる。バカもホリデーホリデー、姿も似せんやつを信用できるかよ。いや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 、参ったでござるよ。右のトラップを見破るとは右。さ、トラップはおふったでござりますよ。もうフォーリングもござりませんぜん。ささ、失胆失胆。撤胆。失態でごじゃる。うたぶり深いでごじゃるなぁ。右が信用できないでごじゃるか。信用できぬ。いい加減にホワイト。いや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 。参ったでごじゃる。右の負けでごじゃるよ。うわ、キモ。キモくないでごじゃる。ささ、やっと手ができたでごじゃりますよん。ところで、右のカラクリの数々はどないでごじゃりました。いや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 。カラクリはトラップばかりじゃごじゃりませんせん。右のビューティフルワンダフォーなカラクリバディ。ゴーブーヘブンのプレゼンツに見るでごじゃるるるー。そしてプチャザー仕様でごじゃるるる。ふん、あいつがカラクリを作ってたのか。よ、龍馬殿。お、どうした？あいつの頭、拙者、ああいうブツブツボコボコしたのが苦手なんでござる。そやね、耳にウォーターぜよ。うははは、幽霊とかは平気なのにな。この城で見た幽霊は、別に気持ち悪くなかったし、こいつの姿を見てからずっと、チキンスキンが立ってるでござる。そんなにか、大丈夫かよ。なので、あまり近づきたくないので、拙者まずはこの目の前のカラクリを。てこいつらにも気持ち悪い顔ついてるあわわわ、早く、早く点滅させるでござる。あ、あんまり聞いてない、どうしよう。およぼろ。なんでござるか、
鳥肌が止まらんほど苦手な物体に囲まれてることに気づいたおまんは。なんなんでござるか。サンチェックでよ。いやそのネタ展開やったでござる。緊張感のない奴らでござるるる。ミートからくりたちを舐めてるでござるな。別に舐めてはいないでござる。ただ早く殺したいだけでござる。あと拙者には話しかけないでほしいでござる。何この人生、怖いでござる。およぼろ。今度は何でござるか。拙者は忙しいでござる。いや、おまんとあいつの語尾が似とるなと思って。龍馬殿、そういうこと言われると拙者、一時的狂気に陥って、敵味方区別がつかなくなるかも。正直すまんかった。気を取り直して、こいつらをまとめて葬るでござる。一回の忍び不正に、ミートミーのからくりを倒せるはずがないでござる。天草とやらもそういうこと言ってたでござるな。あと拙者に話しかけるなって言ったよね。ソーリー。てか天草を倒したでござるか。普通に喋りかけてきとる。おぼろ喋ってやれや。やだ。天草は四天王の中でも最弱。よし、これであとは親玉だけでござる。己よくもミーのプリティなからくりたちを。安心するでござる。すぐに貴様も葬るから。地味にダメージが蓄積してきたでよ。塵も積もればマウンテンってか。おぼろ、貸していなくってもいいかよ。天むすならいいけど、もう終わるでござる。また貸していなく損ねたでよ。マイガー。バディが止まらないでござる。誰か止めるでござる。だが断るでござる。よし、では先を急ぐでござる。ここは、あいつの部屋か？細い穴が開いている。怪しい。ふむ、あいつの部屋だからなんか仕掛けがありそうだな。おぼろ、入りそうなもの持ってるかよ。ちょうど小判が入りそうです。小判か、雑な貯金箱だな。何か音はしたが、何も起こらないでござるな。バイプッシュだ。もっと入れてみるでござる。なんか起きたみたいでござるな。なんだこれは。この部屋に来るための仕組みからして、こいつもさっきのやつの作ったからくりだろうな。あいつと違ってツルツルしている。お、小さい穴が開いている。さっき手に入れたゼンマイがちょうどハマりそうでござる。罠かもしれんぜよ。その時は切るのみ。なな、襲いかかってきたか。では、切る。あれ、壊れてないし、ついてくるぞ。およぼろ、こいつ連れて行く気かよ。そうでござるな。もう襲いかかってくる様子もないし、役に立つかもしれんでござる。ななおまんがそう言うなら止めんけんと。呼び方とか名前でござるか。おまんに用にしょるし、からくり丸でどうじゃ。ななん。うははは、喜んでるみたいじゃか。ちゃんと世話しないといかんぜよ。そうでござるな。こやつももう拙者の仲間。もちろん龍馬殿も。おう。二人は拙者が守るでござる。拙者の仲間は絶対殺させやしなーよ。あ、お、な。あたたたた。我ながら自分の丈夫さにびっくりぜよ。壊れている。おい、おぼろ。からくり丸は犠牲になったのだ。落とし穴の、犠牲に。おまん、泣いて。泣いてないでござる。何言ってるんですか。わしの小鉄。ひぃ。わらわをこの城の姫と知っての狼藉かえ。ふ、知らんな。見られたからには生かしてはおけん。俺は貴様をぶっ殺す。だ、誰か助けてたもれー。何やつ。59人蹴り。あ、危うきところを助けていただき、なんとお礼を申してよいか。たくましいお方。どうじゃ、わらわとちぎらぬかえ。初対面で何をざれごとを、このビッチめ。これほど頼んでも、わらわと結ばれるのは嫌かえ。くどいでござる、このビッチめ。そうかえ。
姫ともあろうものがあんなにビッチだとは。うははは、びっくりしたなぁ。む、開かない。これは一体。ふーむ、どうやらあの姫さん、本気でおまんのこと気に入ったらしいなぁ。どうじゃおぼろ、一発やってみたら。いやでござるよ。しかし総選とここから出してくれそうにないぜよ。むむむ、仕方ないか。おお、やはりわらわが恋しいかえ。拙者はお主のようなビッチは好みではないので嫌なんでござるが、龍馬殿がやれやれうるさいので仕方なく。おう、やったれ。それでは、婚姻のちぎりを。騙されちゃあかんぜよ。よ、龍馬殿、お主。お手に娘がおったなど、聞いたこともないがぜ。いや龍馬殿がやれって言ったよね。ふ、あはははは。さすが王様が見込んだ男よな。いや別に拙者だって自分からやろうとしたわけでは。愚かな殿方たち、素直にわらわの申し出を受け入れておればよいものを。龍馬殿、ひどいでござるよ。すまんすまん、あーせんとこいつが本性を表しそうになかったからな。それなら龍馬殿がこやつの誘いに乗ってやればよかったんでござる。いやー、こいつはおまんのこと気に入っとったからな。あと拙者だってこいつ怪しいと思ってたからね。とにかく、さっさとこいつを倒して先に進むでござる。おう、そうするぜよ。人間ではなさそうだし、遠慮はいらんな。い、王様あやれやれ、これでやっと進める。とんだ茶番だったでござる。うははは、いい加減機嫌直すぜよ。ほう、ゴムそうか。こんなところで見張りをしているとは、この格好は仮の姿でござろうか。かもしれんな。ま、わしらの敵っちゅうことに変わりはないぜよ。確かに。62人蹴り。何やらず、お手に礼を言いに来ただけやけんど。囲まれたでござるな。なんでこやつらこんなに余裕なの。我ら八剣士がいる限り。お手様は何とたりとも掲げてやれん。70人蹴り。はっはっはっは。いやぁ、敵ながらあっぱれあっぱれ。ここまでたどり着いたくせ者は、主が初めてぜ。主を恩敵として憎むより、この城の者たちの不甲斐なさを情けなく思うぞ。だが、それもここまでぜ。主のような者にうってつけの男と手合わせさせてやろう。いでよ。武蔵。宮本武蔵。またでござるか。この城は本当に幽霊とか人玉とかばっかり。はっはっはっは。剣の腕でこやつに勝るものなどおらぬわ。つもりか。拙者と出会ってしまったのか、主の運の尽きよ。見事拙者を倒し、己が運命、変えてみよ。むむ、本当にあの剣豪、宮本武蔵でござるか。おでは確かにそう言うちょったな。とにかく油断は禁物でよ。でお前にはいらん心配やったか。わしは今回も何もしとらんぜよ。あんでー。な、何すったー。やー、お、おぼろ、おまんなんちゅうことしてくれたんぜ。こ、怖いもの見たさの好奇心で、ごめんなさいごめんなさい。この名状しがたい姿、こいつはまごうことなき神話生物でよ。今度こそ三結を。
っておぼろ、おまん何を一人だけ距離取っとるんじゃ。拙者遠距離から頑張るし。そんなんわしかて遠くから発砲したいわ。うわぁ。龍馬殿、拙者は悪くねえ。わしの産地がストレスでめっちゃでよ。愛と与えることなんだすー。バカな。殺した手応えが、ない。ギャー。あんれー、な、何すったー。おい、おぼろろろろろ。わあ、拙者の名前と応答を混ぜないでください。これは一体どういうことぜよ。わからないでござる。なぜしなんのだ。よっしゃ、麻痺したぜよ。今じゃおぼろ。これでどうだ。愛と与えることなんだすー。いやー、近づかないで軍労。愛と与えることなんだすー。あいつは不死身か。龍馬殿、逃げよう。賛成じゃ。今はカステイラ者道通らんぜよ。じゃあ。どうやら逃げ切ったようでござるな。行った心地がせんかったわ。本当に申し訳ない。まあ済んだことは仕方ないでよ。二人揃って生還できてよかったな。お待ちになってください。先ほど助けていただいたお礼をしたいのですが、受け取ってもらえますか。ありがたく受け取るでござる。腰元の帯でござるか。それにしてもおまんの二択は物騒だな。頑張ってくださいね。じゃあ受け取ってもらえた。さっきまで化け物に追われていたせいだろうか。今のオナゴがめちゃくちゃ可愛く見えたでござる。いやいや、化け物見たとか関係なしに、今のオナゴはかなりのべっぴんさんぜよ。じゃあ、間違えちゃったー。む、今の声は。すみません。渡すのはこちらでした、デヘペロ。印籠でござるか。それじゃ、頑張ってくださいね。いいものをもらったが、気になることもあるでござる。気になること？何がぜ。あのオナゴ、先ほど助けてもらったと言っていたが、拙者、記憶にないでござる。知らんうちに助け取ったのかな。まあ、あの娘がおまんに感謝しとるのは事実やし、それでいいじゃか。うん、そうでござるな。貴様ら、ここにたどり着いたということは、あの武蔵を倒したということか。なんか一発で石化したでござる。ネズミ不正めが、こそこそと這いずり回りおって、こうなれば私自ら、貴様らの相手をしてやろう。私とて腕には覚えがある。おめおめと貴様らのようなネズミごときに、やられたりせぬわ。よう、おで。やっと牛とゆっくり話ができそうで嬉しいぜよ。目障りな男よ。すぐに始末しておくべきだったわ。そこの忍び、貴様か。この男を牢から出しおったのは。いかにも、そういう密命だったのでな。はは、このゴロ丸は優秀でよ。恩師の手下と違ってな。勘に触るネズミどもめが。うわ、龍馬殿、こやつなんか変なの飛ばしてきたでござる。ネバネバ石って、これ、恩師涙してるんじゃ。いや、私の攻撃法の一つで、うわぁ。
面白い。こんな狭いところではつまらぬ。表で思いっきり相手をしてやるわ。来い。なかなかしぶといな。おぼろ、すまんけんどもうチェックと付き合ってくれるかな。もちろんでござる。いい眺めでござるな。来たな。ははは、はここだ。屋根の上か。おっとっと。見るがよい、これからの日の元を治める、気高き私の姿を。ぐぐ。け、うわ、けこげこ。おで、人間をやめちょったか。けろー。きも。やれやれ、100万歩譲っても気高くは見えんでござるな。今まで散々神話生物ネタ引っ張ってきたが、こいつが一番それっぽいな。それでもさっきを忌まわされた化け物の方が恐ろしく感じるでござる。うははは、違いないぜよ。あやつの背中。極楽浄土と書いてあるでござるか。極楽浄土か、いけるつもりでおるのかな。笑わせるぜよ、この国を戦乱の世にしようとしとるようなやつが。龍馬殿。おぼろ、お前が助けに来てくれて、手に巻くことよかったぜよ。な、なんでござるか急に。いやー、わし一人じゃここまでたどり着けんかっただろうし、何より、道中楽しかったぜよ。一回の忍びにはもったいない言葉でござるよ。はは、とにかくお前には感謝しとるってことぜよ。拙者、密命をこなしたまででござる。そうかそうか、まあこれが終わったら改めて礼を言わせてもらうぜよ。おでよ、恩師が日の元を治めるのは諦めろ。いい加減にしとけや。御社一人の欲のために人であることもやめてしまうような奴にこの日の元が収められてたまるかよ。お、おお、随分と派手にやりゆうな。そこまでせんでもわしは無事やに。あ、どうした？おぼろ。そういやわしの方からちゃんと名乗ってなかったな。すまんすまん。わしは日本人。坂本龍馬じゃ。あの黒船は、わしの仲間じゃきに。今は誰が日の元を治めるがからあて。そんなちんまいことで争い言う場合じゃないがぜよ。ちんまいにゃ。ほんまにちんまいぜよ、人間は。けんどわしらはどうしたち人間じゃき。それは帰れん。けんどこれからの日の元はドレッパーでも帰れると。わしは信じちゅうぜよ。けんどもったいないのにゃ。恩師のようなやつが忍びをやりゆうがは。どうな、わしらあとお天道様の下で、一緒にやらんかよ。どうじゃ。面白い。おお、そうか、いやーよかったぜよ。そいたら今夜はあの黒船の連中と、祝いの宴じゃ。カステイラはあるでござるか？もちろんぜよ。そういや結局、ここで手に入れたカステイラくっちょらんな。夜が明けるか。この日の元も、いつかは素晴らしい夜明けを迎えられると。わしは信じちゅうぜよ。では拙者も信じてみるとしよう。おう、ありがとな。
おぼろ丸。おで城において、70人斬りの後、坂本龍馬を救出す。親方様。そうか。おぼろ丸は見事に罪を果たし、そして坂本殿と言ってしまったか。あやつはまだ若い。あやつが自分で選んだ道なら、好きにさせてやろうぞ。密命は果たしたわけだしな。抜け人としておってを差し向けたりもせぬ。よいな、早てよ。は、親方様がそうおっしゃるのならば。しかし、親方様が言ってくださっていれば、このような結果にはならなかったでしょうね。ぐぬぬ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。